カンカンカカシ。個人的にシャレにならないほど怖い話と浮かするわ。しかも今でも断続的に継続中。カンカンカカシの話。まだ小学校に上がる前の小さい子供の頃、自分は随分やんちゃな子供だったそうだ。そんなクソガキの俺に言うことを聞かせるために新潟出身の親父は、よくカンカンカカシの話をした。カンカンカカシ、悪い子はいねえか？ねえない子はいねえか？そう言いながら、親の言うことを聞かない子供を取って食うお化けで、俺も言うことを聞かないとこのカンカンカカシに取って食われるぞ、ということだ。当時の俺はこのカンカンカカシが死ぬほど怖くて、親にカンカンカカシの話をされると泣きながら謝っていた。何度も夢に見たし、5時になる夕焼け小焼けのチャイムが例の。カンカンカカシ、悪い子はいねえか？ねえない子はいねえか？に聞こえることがあるほどだった。ちなみに夢に出てくるカンカンカカシは、藁のむしろで巻かれた片足しかない男が目をつむったまま両手をだらんと垂らし、でんでん太鼓のように両手を振りながら、ケンケンで逃げる自分を追い回してくるというものだった。口も動かさないのに霊のセリフをやたら高い声でずっと繰り返すのが怖かった、というより今でもたまにこの夢を見る。時が経って大学3回生の頃、仲良くなったサークルの後輩の女の子の家にお泊まりしに行くことになった。その子の家で風呂入って飯を食ってお酒飲んでセクロスして一緒の布団で眠った。夜中にトイレに起きると隣にいるはずの後輩の子がいない、同じタイミングでトイレにでも起きたかなぁとそのままトイレに立つと、案の定トイレの前に後輩の子はいた。お前もトイレか？今出たとこ？俺がそう声をかけても反応しない、何やら様子がおかしい。俺はトイレに行きたかったし、なんか寝ぼけているのだろうと判断して彼女の横をすり抜けてトイレ入ろうとした。その時、彼女の口から子供の頃聞き慣れた。カンカンカカシ、悪い子はいねえか？ねえない子はいねえか？という声が聞こえた。カンカンカカシの話は彼女に一度も話したことはない。絶対にありえないはずのこの状況に一瞬で俺はビビってしまった。しかも彼女は夢で見たあの男と同じように両手をだらんと垂らし、片足でジャンプして近づいてくる。俺は子供の時の恐怖が蘇り、うずくまって泣きながら許してください、許してくださいと繰り返していた。そんな俺の周りを壁にぶつかりながら彼女は、カンカンカカシ、悪い子はいねえか？と繰り返しながら飛び跳ねている。飛ぶ時に手が俺の体中に当たってかなり痛い。かなり長い時間そうしていたと思う。気がつくとカーテンの隙間からは外の光が差し込んでいて、彼女は布団の中に戻っていた。俺は、なんとか気を取り直し、座り込んで漏らしていた後を始末し、履いていたものを密かにシャワーを浴びながら洗って彼女が起きてくるのを待った。数時間後、彼女は何事もなかったかのように起きてきた。昨夜のことを聞いても何も覚えていないらしい。ただ両腕が昨晩壁にぶつけたせいで、あざだらけだった。これ以降、一緒に寝た女の子の何人かに一人の割合で、この後輩のこのように無遊病のようにカンカンカカシになって飛び跳ねる子がいた。その度に俺は死ぬほど怖い思いをしている。それと最近親父にカンカンカカシの話を問いただしてみたところ、即興で思いついた創作だという。吠える犬。小学校低学年の頃、学校から帰るとおじがいた。おじは青ざめてて正気がなく、俺の顔を見てもお帰りとしか言わない。おじは関東の隅っこの山のふもとで嫁さんと二人暮らしのサラリーマン。小学生が帰っている時間に隣の家にいるのはおかしい。子供心に何か良くないことがあると思って聞けなかった。夕食。おじも父も母も妹も、一言も喋らずに黙々とご飯を食べた。突然おじが箸を置いて口を開いた。こんな話。一週間ほど前、うちの犬が毎日昼の決まった時間になると狂ったように吠えてご近所に肩身が狭い、と嫁さんが言い出したらしい。おじは、犬には犬の社会があるんだよ、と適当に流した。それからも犬の奇妙な行動は続いたらしく、少し怖くなった嫁さんは昼時には家を開けるようになった。おじはくだらないことで怯える嫁さんに腹が立って、今朝、今日は早く帰ってくるから、家にいろと言って家を出た。昼前に会社を出て嫁さんの言う午後1時頃に家に着くようにした。
バス停から田んぼだらけの田舎道を家に向かって歩いていると、なるほど、気の狂ったような犬の鳴き声がする。威嚇するような、怯えるような声。面倒くさい、とため息。遠目に家が見えてきた。と、何かが庭を走っている。犬が吠えてる相手かな？狐か？タヌキか？と足を早めるが、来た、と足が止まった。冷や汗が吹き出る。庭を走り回っているのは子供だった。和服を着た小さな子供。走り回るというか滑るような感じで家の周りをぐる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 回っていた、らしい。振り回してる腕はビデオの2倍速のように速い、不自然な動きだったらしい。化け物だ、と思ったが常識人のおじはにわかには信じられず、遠目に何か他のものではないかと目を凝らしたらしい、が紛れもない青い和服を着た子供だったらしい。犬は子供に向かって狂ったように吠えていた。おじは嫁さんが家にいると知りながらも、どうしても家に近づく気になれず走って駅まで引き返し、とりあえず家に来たのだという。家に電話をしても嫁さんは出なかったらしい。明くる日曜、朝一番に父がおじを家まで送った。幼心に心配とちょっとした興奮があった。昼前に親父がおじの住む駅前から電話してきて。一応家までは送っといたよ。でも犬はもうおらんかったと言った。鎖も首輪も残して消えてしまったらしい。親父が帰って夕方頃におじからも電話があって。俺、話聞いたか？犬にはかわいそうなことしたなぁ。なんか俺のせいでどっか行っちゃった気がするよ。嫁さんも大丈夫。迷惑かけたなじゃあ、元気で。って変な挨拶をされた。このおじとはこれっきり。行事にもマメな人だったけど、それから何の法事も葬式も出なくなった。もう10年になるけど家族であのおじの名前を出すのはタブーになってる。昨日妹と話したけど妹も覚えてて二人で不思議があった。怖い話じゃないかもしれないけど、おじのこと思うとシャレにならん。すまん。子供は何だったのかなぁ。おじは山梨なんですけど、地元の人、なんかそういうの知りません。わからない方がいい。私の弟から聞いた本当の話です。弟の友達の A 君の実体験だそうです。A 君が、子供の頃 A 君のお兄さんとお母さんの田舎へ遊びに行きました。外は、晴れていて田んぼが緑に生い茂っている頃でした。せっかくの良い天気なのに、なぜか二人は外で遊ぶ気がしなくて、家の中で遊んでいました。ふと、お兄さんが立ち上がり窓のところへ行きました。A 君も続いて、窓へ進みました。お兄さんの視線の方向を追いかけてみると、人が見えました。真っ白な服を着た人、男なのか女なのか、その窓からの距離ではよくわからなかったそうです、が一人立っています。あんなところで何をしているのかなと思い、続けてみるとその白い服の人は、くねくねと動き始めました。踊りかな？そう思ったのもつかの間、その白い人は不自然な方向に体を曲げるのです。とても、人間とは思えない関節の曲げ方をするそうです。くね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 と。A 君は、気味が悪くなり、お兄さんに話しかけました。ねえ、あれ、なんだろ？お兄ちゃん、見える？すると、お兄さんもわからない、と答えたそうです。ですが、答えた直後、お兄さんはあの白い人が何なのか、わかったようです。お兄ちゃん、わかったの？教えて？と A 君が、聞いたのですが、お兄さんはわかった。でも、わからない方がいいと、答えてくれませんでした。あれは、一体何だったのでしょうか？今でも、A 君は、わからないそうです。お兄さんに、もう一度聞けばいいじゃない？と、私は弟に言ってみました。これだけでは、私もなんだか消化不良ですから。すると、弟がこう言ったのです。A 君のお兄さん、今、知的障害になっちゃってるんだよ。揺れる何か。うとう昔の話ですが、あまりに生々しい記憶です。あれはまだ小学生の頃、当時はまだ田舎の古い家に、両親、兄弟、祖父母と住んでいた。風呂は木の桶みたいなやつで、当然シャワーなどなし、便所はかろうじて家の中にあるというような家だ。当然一人一人に部屋があるわけなどなく、あちこちの広い部屋で何人かに分かれて寝ていた。部屋ごとの仕切りもあったりなかったりで、私の寝ているところからは今、そしてその向こうには土間が見えた。
田舎だったし、小学生だったこともあって別段不満にも感じず暮らしていた。そんなある夜、土間で盛んにコオロギが鳴いていたので秋だったんだろう。夜中にふと目が覚めた。私は、今でもそうだが夜中に目を覚ますことなどほとんどない。多分この時が初めてだったのかもしれない。初めて見るや身に包まれた家の中は怖かった。田舎の夜はほとんど物音がしない。今や土間に置かれたものが薄暗い常夜灯に照らされ妙な陰影を作る。土間の奥など影ばかりでほとんど何も見えない。聞こえてくるのは振り子時計の、コチ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 、という振り子の音とコオロギの鳴き声。一旦薄気味悪さを感じると今度は眠れない。時計は後ろ向きなので時間もわからない。目をつぶって眠ろうとするが、さっき見た土間の闇に何かが潜んでいる妄想で眠れない。ふと、どこかで何かがきしんでいるような、キッ、キッ、という音がかすかに聞こえてくることに気がついた。家も古いし木造なのでたまに建材のきしむ音はする。しかしその音は明らかにある規則性を持って鳴っている。目をつぶっていることで、かえって妄想が膨らんでくるような気がしたのでそっと目を開けてみることにした。かすかな音をたどっていると、土間の奥の方で何かもやか薄い煙のようなものが動いてるような気がして目を向ける。最初はわからなかった。8ミリ映写機をスクリーンでないところに投影したもののようにも見えた。とにかく暗く青く透明な男が、土間の奥でうずくまっていた。それもよくわからないがだるまのようなものの上で、膝をゆっくりと前後に揺れている。揺れる角度も異常だった。全く姿勢を変えずに額がつくほど前のめりになったり、逆に仰向けに近いほど後ろに倒れたりしている。うつむいているため顔は見えない。背広を着ているようにも見えた。幸い私が見ていることには気づいてないようだ。全身が氷水でも浴びたように総気だった。悲鳴すら出ない。どうすればいいんだ。と、ここで記憶はくっつりと途切れてしまっている。何のことはない？記憶は次の日の朝に普通に目を覚ますところから再開したのである。もちろん首を絞められた後も、足首を掴まれた後もない。あまりの生々しい記憶に、昨夜妙なものがいたとおぼしきあたりを見たりもしたが、無論何も見つけることはできなかった。結局家族にも言わなかった。からかわれるのがオチであろうから。その年の暮れ、神棚の大掃除をしていた父はしきりに首をひねっていた。神棚の奥に、そこに泥がこびりついて固まってしまっただるまを見つけたからだ。